はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。藤原の忠平でございます。というのは冗談でございますけれどもね、今回はコンパラティブアドバンテージのね、続きというか補足をね、ノート取っていこうと思います。まずはですね、前回書いた図と同じような図をね、こちらにね書いていこうと思います。はい、こういう図ですね。今回だけはね、具体的な数字を入れていこうと思います。はい、で、縦と横、こちら T で、こちらがコーヒーですね、だったとして、でちょっとだけね分かりやすくするために直線だと思ってください。もう本当は曲がってますけど、直線だと思えばアバレージレイトオブチェンジがですね、平均変化率が、変わらないので、話が分かりやすくなると思いますので、直線で考えさせていただきます。で次はですね、オポチュニティコスト、オポチュニティコストの OC じゃないですよオポチュニティコストの計算をしていきます。こちらがカントリー A、 こっちが C でしたよね、この前の動画でだったと思うんですけれども、オポチュニティコスト A のオポチュニティコストはコーヒー2に対して T の方がいいか、 T1 に対してコーヒー2ですね。で C は T2 に対してコーヒー1という、これはサクリファイス関係ですね。例えばカントリー C が T を2個作ろうと思えばコーヒー1のサクリファイスで済むんだけれども、逆にコーヒーを1個作ろうと思えば T を2個サクリファイスしなければなりませんっていうことですね。そういうことです。で逆にカントリー A の場合は T1 のサクリファイスでコーヒーを2個作ることができますっていうことですね。それは前回オポチュニティコストで話した通りでございます。でこういった条件下でなぜスペシャライゼーションした方がいいのかっていうことですね。ここが今回ちょっと深くというかね、ちょっとだけ分かりやすく首を突っ込んでいきたいと思うところなんですが、 A っていう国もじゃあ300個コーヒー作ってもやっぱり T を好きな人は T をね、需要はあるわけですから、そういった場合ではですね、トレードすることができるんですね。例えば A っていう国がコーヒーを300単位作ったとします。もう300単位作っちゃって、じゃあ100ぐらい T が欲しいなと思ってた場合はどうすればいいかっていうと、 C に輸出するんですよ、コーヒーを。で C にとってコーヒー1単位っていうのは T2 単位に相当しますから、まあ現実世界の場合はここまできっちりはいきませんけど、 C が100単位欲しければコーヒーをここからですね、150コーヒーを輸出してあげるだけで、あ、150じゃない、50だ。150じゃないですね。50コーヒーを輸出してあげるだけで、なんと 100T がもらえちゃうんですね。非常に効率いいですよね。自国で作ろうとしたら、倍ですね。コーヒーを倍サクリファイスしなければならなかったのが、輸出することによってコーヒーを2分の1サクリファイスすることによって、100T をですね、T を100個手に入れることができるんです。それはもちろん C にとっても同じで、C は T を作りますから、140T 作るんですが、例えば70ぐらいね、コーヒー欲しいなと思ったら、自国で作ろうと思ったら70のコーヒーを作るためには、70コーヒー作ろうと思ったら 140T をサクリファイスしなければならないんですよ。だからもう T を全部諦めて70個のコーヒーを作るっていう風に選択しなければならないのに、 T の生産にこう注力、スペシャライゼーションして、それでコーヒーを70単位もらうためには2分の1でいいですから、要するに 35T、だから 140-35t で 105t 残したまま70コーヒーを手に入れることができるんです。
素晴らしいですよね。っていうのがこのコンパレティブアドバンテージの基本的な考え方でございまして、それはね、現実世界ではもうちょっとだけ複雑になりますし、またね、参加国こう入ってくるとまた話が複雑になるんですが、こういった話はまあまた今度ね、コンピューターシミュレーション的なことも含めて、お話できたらいいかなと思ったり思わなかったりって感じですかね。まあ今後もね、いろいろ動画上げていこうと思いますので、よければ、サムズアップ、サブスクライブしていただけると非常にありがたく存じます。それでは皆様ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。藤原のただひだでございました。さようなら。